ついに来たね、主人公の隠された力が解き放たれる瞬間だよ。これはかっけえエフェクト。駅前近くの裏路地で女の子が、ええ、そうですそうです、こういう時は110番、庶民の味方を召喚するに限る。さあ、早くおいで、最強の召喚獣よ。いや、こういう時警官くんのおせえからな。ほんとね、なんでこんな集まるお前らっていう時にね、めっちゃ集まるのよ。パトカー5台とか。でも本当に助けてほしい時とか、くんの遅いからね。いや、別に警察官をディスりたいわけじゃないんだけど、俺の実体験にまつわる話なんですよ。ちょっとここで語らせてもらっていいですか。俺が小6を卒業したぐらいの時かな。家に下着泥棒が現れまして、現行犯でね、取り捕まえたんですよ。俺と母親と妹がその時いたんですけど、まあその犯人も下着泥棒も割と気弱な性格で、今で言う陰キャーみたいな感じのね人だったので、まあ逃げたりとか暴力振るってきたりとかはなかったんですけど、まあとにかく初めての下着泥棒ってことで、こっちはちょっとビビり散らかしててね、てめえ何やってんだよとか、そういう強い言葉を使ってたんだけど、内心めっちゃビビってて早く警察呼ばなきゃって思いで警察を呼んだんだけど、あ、すぐ来ますっつって全然来ないの、本当に。で、やっと来たかと思ったら5台とか連れてきて、いやもう1台でいいから早く来てくれみたいな気持ちだったね。はい、思い出トーク終わりです。いつまでもごねてねえでこっち来て、一緒に葉っぱでもしようや。あー、葉っぱよくないよ。俺も葉っぱ吸ってるけど。もうめんどくせえから、こいつ連れ込んでバコっちまおうぜ。話してよ。えい、召喚獣をのんびり待ってる場合じゃない。もうなるようになれ。いやいや、お待たせ、遅れてごめんね。それじゃあ行こうか。定型文来た。強引に女の子の手を取り駆け出そうとする。だって脇、あ、なんか夜の道ってすごくいいね。なんか照明の当たり具合が違うのかな。ごめんね、すっごい細かいことを言って。なんかいつもと光の当たり加減が違うからすごく可愛く見える。いや、いつも可愛いんだけど。ビッチさん、何してんのさ、こんなところで。何って、そりゃうちのセリフだっつーの。一応聞くけど、そこの怖そうな人たちってお友達だったりしないよな。31人の彼氏の一人とか。なわけねえだろ。こんな奴ら相手にするくらいならチンパンジーに餌やってた方が100倍マシだっての。ってことは、未知の持っている31人の彼氏全員こういうタイプではないんだね。ヤンキー系は一人もいないと。あ、でも未知ね、こういう見た目だけど結構心が優しいというかさ、結構ピュアな人間なんじゃないかなっていう俺の予想があるから、いや意外とみんなおとなしいタイプを選んでそうだよな、彼氏は。そんなやりとりをしてる間に周りをすっかり囲まれてしまった。おめえはこの前のウィンナー野郎じゃねえか。よく俺たちの前に顔を出したもんだな、これは。ウィンナー野郎って言われるのすんごい心外なんだけど。むしろウィンナーコーヒー頼んできたのお前なんだから、ウィンナー野郎はお前だろうがって言いたいんだけどね。いや、出したいわけじゃなかったんですけどね。まさか女の子が知り合いだと思わなくて、逃げ出すタイミングを逃したというか。見たところ、あのキメえオカマもいねえようだし、やっちまうかい。やろう、ボコってナオをパクるってか。ナオ。お前、死語だってそれ絶対言わない方がいいよ。持ってないよ。ナオつって誰も気づかねえよ、それ。女の子ってことに。これはやばいな。逃げるにしても、ビッチさんを連れてはそんなに早く走れないだろうし、警察が来るまで、なんとか会話で粘るしかないか。あー、ミチが泣きそうだ。今にも泣き出しそうだ。ちょ、かわいすぎる。ごめんね、こんな時に空気読めない発言して。いや、今のミチ最高に輝いてるよ。超かわいい。ちょっと小刻みに触れてるし。俺の手を握ってるビッチさんから小刻みな振動が伝わってくる。いや、怖いよね、女の子一人でさ、こんな夜道にヒャッハーとか言ってくる女の子を名音呼ばわりする男たちに囲まれたらね。不良たちをきっと睨みつけている目元にはうっすらと涙も浮かんでいた。内心相当怖かったんだろうな。いつも俺をからかってくる気が強いビッチさんだって、か弱い女の子なんだ。いや、そうなんだよね。結局無害な男に対しては強くいけるけど、害をなす人間に対してはどこまでも弱くなってしまうもんなんだよ。それは女の子に限らずだけどね、男の子もそういうもんですよ。それをこんな風に泣かせやがって、男の風上にも置けない奴らだ。あ、やばい、いつもの俺を保ってられないかも。何それ、かっこいい。何、いつもの俺って。どういうこと、野獣とか。人狼なんですか。引っ越しを機会に変わろうと思ってたのに、え、
何？なんだろう？え、すごく楽しみ。もう、あんな泥臭いのはやめて、都会に似合うシティボーイ的な爽やか君になりたかったのに、でも、俺の目の前で女の子を泣かせるなんて、その瞬間、頭の中のスイッチが切り替わった。うわぁ！ついに来たね！主人公の隠された力が解き放たれる瞬間だよ、これは。かっけえエフェクト。稲妻のエフェクト入ったよ。お前ら、覚悟しろよ。おい、なんだこいつの迫力は。ビビンの早すぎません、お前ら。まだ覚悟しろよしか言ってねえよ。ビビってんじゃねえぞ。 こんなのハッタリで。ハッタリかどうか試してみるか。立脇お前全然雰囲気が悪いけど少しだけ目を閉じててくれ。すぐに終わるから。かっこいい。濡れちゃう。そんなこと言われたら一生ついていきたくなっちゃう。ビッチさんを安心させるためにポンポンと頭を撫でてやる。うわーうわーわ、いいよ。ある意味ね、どの女の子にポンポンするよりも、未知にポンポンするのが一番効果絶大だと思う。普段上下関係的に逆なんだけど、それが逆転してね、いやー、か弱い女の子扱いする主人公素敵よ。ここから先を女の子に見せるのは、少しばかり気が引けるからな。何カッコつけてんだてめえ。きっとバカしガンつけがすげえからって喧嘩が強えなんて思うなよ。喧嘩？ああそうか、一応お前たちにも殴らすとかないと過剰防衛になっちまうのか。何言ってんだこいつ、3対1だぞ。しかもてめえさっきから内股で腰が引けちまってるじゃねえか。いやそれは何かの流派なのではないか。内股なんだろう、全然わかんないな。武道関連一切かじってないからな俺。んだよ、やっぱハッタリかよ。女の前だからってビビってんのごまかすのに必死でちゅねえ僕。あうぜえ、主人公もう A からやって。頼むから A からやっちまってくれ。俺に言わせればそんなに堂々と大股を開いて歩けるのは急所を確実に守れる自信があるからなのかと聞いてみたいところだが、体幹もできてないし足運びも素人そのもの。そればかりか全身隙だらけ。いやヤンキーってそういうもんよね。群れて生きるもんだからさ、個人の強さなんてどうでもいいんだよね。あまりにもひどすぎる。まずは急所への前蹴りで一人潰してから残りの二人も仕留めるか。わあかっこいいよ主人公。いいよ、こらおいお前。いやいいけどさ、入ってきてもいいけど違うじゃん。おいおい、肩透かしもいいところだぜ。主人公最高にかっこいい展開だったのに、今回神回になるかと思ったのに。強烈な後ろ回し蹴りが不良の後頭部に直撃した。早いって。手出すの早いって。一応過剰防衛になっちゃうからさ、正当防衛っていう形を取らせてくれよ。主人公があれこれ考えてるのがなんか恥ずかしいだろ。久保島！やべえ。泡吹いてる。股間を押さえながら泡吹いてるよ。いきなり回し蹴りとか、このチビ一体何なんだよ。誰がチビだ。口の聞き方には気をつけろ。いやチビには変わりじゃないけどね。それよりお前たち、私の友人に手を出すとはいい度胸じゃないか。かっこいいな。なんかいつものロリボイスとはちょっと違うドスの効いた感じがする。どこのチビは。小学生は家に帰ってママのおっぱいでも吸ってるよこら。バッ強。一瞬ちゃう。もうダメよ不良、ハルヒに対して一番言っちゃいけないこと言っちゃってるよ。全部詰め込んじゃってるよ。禁止ワード三昧だもん。口の聞き方には気をつけろと言ったはずだぞ。姫、助けに来てくれたんすか。いってー、なんて強烈な蹴りで、姫、姫って呼び名のチビ、おい、まさかお前天神平か。なんで不良の中で名前が知れてんの。何、レディースの総長とかなの。天神平って、あの天神平、怠慢でチームを壊滅した挙句全員に反省文を書かせたっていう伝説の。はぁ、あ、どういう経歴の持ち主。いやマジで特別な人間っているんだな。セーラもすげえけど、いやなんかもうハルヒは別次元でちげえ。セーラはなんかお家が強い感はあるね。まあ確かに本人が有能ってのもあるんだろうけど、ハルヒなんか別格の有能さ加減っていうか、えぐ。主人公キャラやん、ハルヒも。おい、よく見ろ、こっちの女、愛の島の制服着てるじゃねえか。くそ、着崩しすぎてて分からなかったぜ。いや、ほんとにね。これ愛の島学園の制服じゃねえだろ。それでどうする、
まだやるか。冗談じゃねえ。おい、すぐにずらかんぞ。おい待てよ、久保島がさっきから股間押さえっぱなしで壊れたぬいぐるみみてえになっちまってんだよ。おめえもそっち抱えろよ。股間、私が蹴ったのは後頭部だったはずだが正反対がよくわかんないことになってる久保島の股間は後頭部なんじゃないか実は天神平が首をかしげてる間に不良たちが一目散に逃げていく。姫怖かったよ姫。あー、道がかわいい尊いこんなに弱いところ見せられたらちょっとコロっていっちゃうじゃんいやー、長らくねゆずきが猛威を振るっていたけど、こっからは未知の時代か。フォローよろしく。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらフォロー、コメント、いいね、マイリスト登録よろしくお願いいたします。では次の動画でバイバーイ。